오! 네, 어지럽고. 17やからね。ああ、その体から全然やね。くそ。11.56。
어떤 식으로 합박해야 되나요? 그 소스 일단 몰랐어요. 이쪽 호라 호라네? 이쪽으로 最初は少し厳しこうかなと思って、うん、インフレは1キロあったけどやばい。インフレマット、ケアマット。飛行型がやっぱり、うん、あの浜口部が入った時ちょっと重かったな。ああ、なるほど。やっぱサーフよ。サーフ重たい。そんなに重いの？ああ。大きいし、結構4メーター版、うん、そんなんかこれなければ買っとったもんね。こんなもんだな。投げたら10キロ切っちゃったの。小さいところ、このヘッドライト持って。なるほど。あ、ヘッドライト、あ、ほんまや。軽いけどね。これを重いとする。これは重たいんだ。そうそうそう。単体でこない。すごい。あと第6本も第2も全部意外と重たい。3分の2くらい。まあ、第2も軽っ。今日強いですね。滑らん。滑らん。大丈夫。これは何？70cm。
あ、はいはいはい。これも持ってきたわ。2つね。これは袋中なし。あ、これ軽いね。さすがに。ボールを変えたかったね。これランタンサード。いや、これあのタープボール同じやつ。あ、そうなんだ。へー。あ、そうかそうか。で、これ吊り下げるんだ。なるほどね。ネットは戦闘番号。これ番号だけ。もうどんどんこんなのパス。これ何の打ち方？この番号。この番号は。やってもよくだから全然小さい。新潟が大きいと関係ない。こっちも小さい。なるほどね。カップよ。カップこれよもう。いや、ええんじゃない？ええんじゃない？これ24グラム。ちょっと小さいから。この東京は高いね。酒飲まんかったら大丈夫。酒飲みはどうしてもね、コップがいらんね。こんなとこはね、簡単やろ。いい、いい。これで10キロか。ってことは俺、テントを変えればいけんじゃん。テントが一番重いわ。カープが運ぶんだ。このテント軽いやつ。グロスファイバーよし、オッケー、はい、次、北川さん、はい、いらんよね、うん、いや、一個ずつでいいじゃん。なかなか調理器具がそうそうそう技術資金ね。そう、あ、これでもあれするんだ、鉄板の代わりね。そうそう、バーベキューシート、うん、あー、なるほど、うんうん、ウラナイフと、はいはい、お、そうそう、俺もアルミホイル持ってきた、うん、ガス持ってこうかと思ったけど、やっぱりアルコールにしたら 500g 以上軽くなるんで、今日はもうガスなし。ガスなし、うん、俺ももう、うん、あ、そうか、俺でもガス入れてきた。あ、アルスト、その代わり。あ、そうか、アルストという手があったな。決まった。アルストで追放できるかな。できる、できる。これ2月間乗りたいですね、うん、最後まで迷わされるね。で、今日は一発ダンパこれもマットと兼用で、なるほど。あと計量するのはこれとザック。え、でもなんかミヤさんとそんな変わらんの。中身は変わらん。何やお、ザックが1.7 キロ。あ、そうか、ザックが。これが 2.4 キロ。僕のザックは今多分600キロある。あと、ザックを変えれば、まあ、ほんまに俺と 300g とは思わなかった。マジかよ。鉄板やめたらよかったの。本当にね。そうで、あの鉄板が 300g いくね。次回は。もっと軽い。いやー、でも、うん、快適さを求めんとね、ある程度はね、うん、ある程度は快適さをね、結構あの犠牲支柱だよ。え、これは別個でいいんじゃない？この3つは、うん、別個で来ないな。これ別個でいい。あ、そうか、うん、そうそう、調味料がいい。まあ、もしゃーないなとってくる。そんなに減らんでしょ、別個でいいんじゃない言うても俺は勝てるよね。 300g ぐらい減るかな。いやいい。え、去年から2キロ減った。去年が 13.8 ぐらいだったから、うん、2キロぐらい。そう、でも
まあ、寒さ対策大丈夫なんですよ。もう全部着込んじゃうの、着ぐらい。もう着込んない、全部着たら着てる。寒そう。この間、明け方テストしたき大丈夫。なるほどね。あ、で、焚き火台メッシュね。うん、あこれの上にこのシートでいける？いや、直火にかんって書いてるんで、うん、あの薪でちょっとかさ上げして、さらにこれ乗っけて。あ、なるほどね。はいはいはい、まあまあ、今日、うん、潰れてもまあ大丈夫ね。うん、どの道100円。ガイさん、行くのか。はい。次。ガイさん、広げた、はい、チェックチェック。チェックね、結構減るよ。うん、そうそう、不正がないかね。ザクが軽そう。買おうかなと思ったのが、うん、これ何リッター？これ40。これ40？、うん、あ、まあまあ軽っ。あ、みやさんのザクもすっげえ軽い。あれモンベルでしょ。あれはもう特別やもん。あ、こういう椅子ね。いいね。え、これちょっと座っていいですか。うん、いや、軽そう。天使の羽どころじゃない。あ、これいいね。ちょっと本当イメージが。席のクッション。それの上にこれ敷いたらちょっと広がる。これどこで売ってんの、これ。これネット。これネット、うん、結構高いよ。あ、そう。いや、1000人ぐらいじゃなかった。え、そう。僕は知ってたけど3000ぐらい。うん、お風呂、お風呂の椅子みたいな。100キロ、100キロはね。じゃあ、ワンちゃんカメラだな。80キロやき。で、シュラブ。なるほど。そう、そのシュラブ。サラスや。あ、それが例のナンガー？あ、パカンガー、全然カンガー。あ、そう。あ、ほんまや。え？これで寝れる？無理やない？まあ、そうかな、もうというかね、ブランケットがある。俺も相当軽いけどね。でも薄いの？いやー、すげえ。一生懸命考えました。うんうん、考えるのも面白いよね。ピコ焚き火台はピコもどき。あ、ピコもどきね。うん、それが一番かかった。うん、あ、ピコ軽いピコ大きいよね。手袋に、木バサミは、木バサミが、木バサミはある、手づかみナイフ、うわのこと、めっちゃいいナイフやこれ。でそれね、持つとこは割れてね。え、割れた？音部分が割れてね。あー、ええよ。ほんでそれ巻いた。うん、いい、いい。僕も巻いちゅう、巻いちゅう。こっちの方が。あ、木バサミ。で、これで。よかった。まあ、これ、カバーがそこに入ってるけどね、あの、うん、レインカバーが。ーで、重さこれぐらい。うん、まあ、僕の方が軽いけど、まあ、これも軽いからね。あね、え、聞いてこちゃって。ニーヤさんの持った後だ、重たい。あ、そう。そんな軽いっす。あ、そう。もう一回持ってみる。そう。笑いが止まらんぐらいか。天使の羽。これが重いって相当よ。だってある持ってから持ったら重いの。ちゅうか、なんか抜いたいよったよね。あ、けど背中のパッド入っとっても相当軽かった、ね。これすごいね。ビニール袋じゃん、ただの。言える、言える。これと一緒にやる。これと一緒にやる。いやー、で、結局、うん、ちょっと待って。マット、寝袋、グランドシート。たらものありますかね。テーブルはなし？え、テーブル。テーブル、今、これ。あ、テーブルこれか。テーブルか。インドホッパーもどき。もどき。ああ、はい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 。え、マジで？すごいね。どこで投げたかいな、テントと寝袋だよ。うんうん、そうだね。テントと寝袋だよ。これが、これで、一応バスの方も。うんうん。持ってた、BRS や。こっちはトップやけど。
ビアレスは僕もビアレス持ってきた今日感覚ね、まあ、こんな感じ歯ブラシ買ってきた。あ、ほんといや、買ってきたまだ、買ってきてない。あとメインは、これがメインかな、めちゃ軽いランタン。ああ、キャリーザさんね、うん、俺も持ってきた。本当にこれ軽いよね、うん、軽くていい、うん、明るい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 、まあ本当うん、使えるよ、十分使える。周りのね、あれが、うん、こんな感じでね、まあこの夜になったらね、この感じが多分、ええ感じ、いい感じ、いい感じ、持ってトイレに持ってきました、うん、軽い。なるほど、これが優勝装備か。そうそう、まあ、ポピネル重たいから歩いてきた。まだライトとか、うん、まあ全部出したらこんな感じ。ちょっと一緒だよ。うわぁ、結構充実しとるね。まあこんな感じ。一応食べ物もこんな感じ。え、食べ物も入れてる。そうそう、全部入れてる。これは全部入ってた。しかもあんなクソ重いハンマーも入っちゃって優勝やで。意味がわからんの。全部入ってた。全部入ってた。半分。半分。そうそう。やばいや。これで全て。はい、優勝。優勝、はい。ありがとうございます。テントはチャガさんと一緒ね。テントマットね。で、これマットのとこに敷いて椅子の代わりにする毛布ね。で、これよ、これ。テント鉄板。こいつよ、こいつのせいで負けた。ザックそこまで重いと思うんだよね。これね。これいいよ。ただテントハンゴ。ランタン、ガス。スプーン、箸、エマージェンシートで、これで湯沸かしてこっちで飲む。であと救急セットね。だからマクロでしょ、シュラフ、アルミホイル、水筒、風防で、テーブル、それ、うん、テーブル2個セリアのテーブル2個連結ね。で、焚き火台はピコモドキで、ナイフ、火バサミ、皮膚器具を、着火剤で、ね、シートで、グランドシート、こいつはもう使わないですよ、これ4枚で、あと着替えと、これがランタンスタンド、これはもうほとんど重さない。メーカーもこれ、ね、これを打って軽いでしょ、これ、うん、軽い、これものすごく軽い。これダウンは小さなんね、うん、小さい、薄いよ、薄い、薄い、膨らむ、膨らむ、膨らむ、ね、かなり膨らむ、うん、FP が高いですね。そうそう、であと僕は下にあれがないとダメなんで、エアマット、これがなかったらちょっといい勝負やったかもしれないね。600、700ぐらい、そう、どうしても俺いるんで、それが。考えたんやけどね、いろいろね。いや、だいぶ絞ったよ。まあ、まあ、できればいい、防寒と寝るところはね、そうそうできるね。そう。だから冬キャンプのパッキングの方がやっぱり勉強になるんですよ、すごく。絶対こう、いるもんが絶対、夏ってほら、なんぼでも出られるじゃん。タープでいいじみたいな。寝袋いらんし。僕のキャリーさんね、ランタンは。そう、これとこれだけ。今日タープ全部抜いてくれ。はい、ということで、以上ですね。はい、お疲れした。お疲れしたって今から設営やけど。今からが疲れる。マミちゃん、どこ貼る？こっち貼る？こっち貼る？俺はもうここに貼るけど。ケーブル打たなくていいんで、とりあえずフライかぶせて奥にバーンって入れちゃったり。
千枚そこでもいいけど。地球牛乳でいきます違うか違うかこの前みたいなえらい暗かったはい、はい、お疲れ様です。今日何作る？え？今日はシチューと焼き鳥をいきます。